はい、総家事の久保です。50歳ぐらいからね、50歳前後から稼いでいこうとすると、まあいろんな情報に触れることが最初っていうのは間違いないんですけども、今回ミスター M さんから送っていただいた、なんかワンタップで5万円っていうね、これなんですけども、実はねこれね、稼ぐ方法ってちゃんとあるんですよ。ですので今日はね、私なりのこの情報の向き合い方をちょっとお話しします。これはねもう超奥義ですから、皆さんもぜひ実践してください。どういうふうにするかっていうと、このワンタップで5万円っていう仕組みね、まず一つ目なんですけども、このランディングページ作った人がいるわけですよ。こういう指があるやつです。この図。この図をね、作った人がいて、これ多分ね、5万円ぐらいで作ってるんですよ。ですんで、こういう画像が作れるようになったら、いいんではないかなっていうのが一つです。ね。この画像だって作ってる人がいるわけですよ。で、これ LINE に登録して、なんかやるってことなんですけども、その LINE の仕組みをね、作ることでお手伝いしてもいいと思うんですよ。これが2つ目の稼ぎ方。3つ目の稼ぎ方なんですけども、ここに、まあ登録して、LINE のね、グループとかに誘導されると思うんで、そこにね、お問い合わせするんですよ。私がこの仕組みを紹介するんで、コミッションいただけませんかっていうふうに、アフィリエイトすることをね、持ちかけていくんですよ。そうすると大体ですね、アフィリエイト報酬 30% から 50% 出すんで、ご自身のメディアに流してくださいとかね、ちょっと前でしたら、1件登録があったら4000円お支払いしますので、あなたのメディア、ブログとかメールマガジンとか YouTube で紹介してくださいっていうふうに、契約がオファーされるんですよね。で、その契約で稼いでいけば、リスクは全くないんですよ。これが私のこういう情報を見て、稼ぐ方法の 1,2,3 です。この3つの方法のどれでもいいと思います。デザインの才能があるんだったら、能力があるんだったら、このねワンクリックでっていう画像を作ってもいいと思いますし、 LINE の使い方に長けてるんだったら、 LINE のこういう風なね自動返信ツールを作りますんで、そこに参加させてくださいって感じで、従業員としてそこに入っていくっていうこともできます。もちろん在宅ですんで通信でやれるんですけどね。で、3つ目が私のメディアに流すんで、 YouTube やってますんで、 YouTube で紹介しますんで、この、ね、ワンタップ仕組みシステムを紹介させてもらっていいですかっていうふうなオファーをかけるんですよ。そうすると多分これが一番儲かりますね。ただし自分の発信媒体が弱ければ、発信しても全然ねクリックもされないし、申し込みもされずに何だったんだろうって話になりますけどね。そういう意味でも自分の発信を強める必要があるんですよ。自分が発信したら、再生される数がね50とか100とか200とか300とかあるよっていう状態にしていくとか、自分のメールマガジンの読者さんが1万人いるよとか2万人いるよとか、 LINE アットの登録者さんが1000人とか2000人いるよっていう状態にしておけば、こういったもので私のメディアで紹介するんで、売り上げの 30% から 50% くださいみたいなお話もできるんですよね。まあ、ですので、なんでね人はノウハウコレクターになるかっていうと、確かにね今回ミスター M さんが言ってたように、買うからなんですよ。買うんじゃなくって、例えば1個や2個は買うと思うんですけど、買ったものをどういうふうに使っていくか、販売者さんとどうねコラボしていくかってことを考えればいいと思うんですよ。という意味では、例えばね私の速稼塾とかは使えないんですけども、なんとか塾に入った時にその塾を紹介するんで、売れたら10万円くれませんかっていうふうに塾のマネージャーに、運営者にね持ちかけるってことをする。要するに自分が参加した塾とかね、コンサルがあるじゃないですか。そこの先生の先生を何て言うんですかね、取引先として、その先生と一緒にビジネスをジョイントベンチャーしていくっていう発想がねあれば稼げるんではないかなと思います。一緒に仕事しましょうっていうふうに、マスターにね持ちかけるわけですよ。その時に自分にバーターがあれば簡単に成立しますね。私もそうですけどね、塾生さんとビジネスができるんだったら断る理由は全くないですから。ただその塾生さんに何の力もなかったら組む理由がないってことになっちゃいますんで、そこはちょっと覚悟してくださいってことですね。本日は以上です。